さて本日よりスタートいたします一ノ瀬秀和、新企画、オリジナル、違ったもう一回やります。今のうちに行きます。はい、本日より始まります、一ノ瀬秀和新企画でございます。一チャンネルにて、オリジナルショートフィルムシアター第1弾ソードマンということでね、スタートいたしますんで撮影現場に入っていきます。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。黒田先生、師匠です。お願いします。お願いします。お願いします。さあ行きますか。晴れ男になったから。この人雨男ですか。いやいや、こっちの方が絶対の雨男。いやいや、この人、いやいや、雨男。こっちも雨だから雨と雨がね、どっちもなんだ。そう、晴れながら勝った。違う、雨と雨が掛け算になって晴れる。前の雨だったら晴れすぎないだってほら、ちょっともう影が出ちゃってみたいな感じになってたよ。パワー押しやめて。晴れれば晴れるほどいいじゃないの。ちょっといいですよ。喧嘩。いいじゃないか、いいじゃないか。言い始めちゃったから引き下がれない。引き下がれない。
それだけ。初なことだらけなので気になっております。撮影したことないです。撮影はやったことないです。あ、本当ですか。はい、舞台です。あ、そうですか。でもなんか想像してた以上に本格的になんかカメラとかも組んでくださってて、すごくなんか新鮮で楽しかったです。撮影がありがとうございました。明日は芝居場です。いや、本当にお芝居なので、はい、明日はなんか別のやつ頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうぞ。はい、お疲れ様でした。すげえ髪気温増してる。午前朝一から始まって、朝一の、午前中で終われちゃうっていう、サクサク終わりました。すげえ楽しかったですね。なんか久々にこうなんか映像の現場っぽい、映画の現場っぽい。てかね、あの YouTube でやる規模じゃない、規模じゃない。機材がやばい。すごい。いや、もうそれは本当に、ね、それだけ小一ノ瀬さんがこのチャンネルにかけてる思いがね、感じますよね。本当参加させていただいてありがとうございました。これで一ノ瀬さんが輝く絵が撮れてればいいですけど。そうですね。てかね、楽しみ。ね、自分たちも楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。
すぎちゃって第2弾をやりたくなりました。もうすでにね、後半も頑張りましょう。